あなたもここで街頭でスピーチしませんか？辻立ちでスピーチしませんか？社会や政治など疑問や意見を述べましょう。もちろん未経験の方でも初めての方でもご参加ください。私長谷川隆はここ東京新宿駅南口で辻立ちで街頭で言論の自由と報道の公正を訴え続けております。これは選挙による議会制民主主義を守るためです。私は昭和27年生まれ65歳です。昭和46年ふるさと山形県鶴岡市から上京し47年になります。これまで私も仕事で精一杯でした。この間社会や政治に疑問を持ちながらも立ち止まり考える間もなく過ぎてきました。今日新聞テレビ報道機関マスコミの露骨な偏向報道印象操作異なった意見がある場合は両論併記にもかかわらず日本を貶めている反日の偏った時には嘘を報道されているのが現状です。また重大事件にもかかわらずあえて報道しないことも多々あります。この報道に日本の危機を感じ私長谷川隆はここ東京新宿駅南口で街頭で辻立ちで言論の自由と報道の公正を訴え続けております。あなたもここで街頭でスピーチしませんか？辻立ちでスピーチしませんか？社会や政治など疑問や意見を述べましょう。もちろん未経験の方でも初めての方でもご参加ください。